はい、こんにちは。ガチャガチャの伝道師ことめぐみでございます。ついにこの時がやってきましたね。ガチャ課金上限5万円に業界団体が自主規制へというニュースでございます。朝日新聞なんですけどですね、スマホ向けソーシャルゲームで高額な課金が問題になっている有料くじのガチャについて、業界団体日本オンラインゲーム協会、これセロみたいなものですね、は24日課金上限額を5万円とし、当たりの確率を明示することなどを柱とした自主規制をまとめたというニュースでございます。改正ガイドラインによると、1、ガチャで希望するアイテムを得るまでの推定総額は1回あたりの課金額の100倍まで、要するにガチャでこれが欲しいっていう1個ありますよね。 A という商品が欲しいっていうのの期待値、まあ、期待値って本当はその言葉どうなのかな、分かんないですけど、数学的にね、よく使われるんですけど、一般的にはね、期待値がまあその1回あたり100倍ということで、その例えば500円であれば、1回500円のガチャであれば5万円で出なければいけないっていうことですね。で、2個目がアイテムは種別に当たる確率を明記。今は SSR5% とか、例えば今回、ピックアップガチャ、めぐみさん出現率アップっていうのの、な、5% のうちの何パーとかっていうのを明記しないといけない。例えば SSR16 体ありますよね。例えば16体。いや、16体やめよう。あれを白猫になっちゃうから。30体いるとします。いや、10体にしよう。10体いるとします。SSR が。そしたら、それが 10% で、SSR10% で当たるよってなってても、その中で本当に当たりって1種類だったり2種類だったりするわけじゃないですか。その ABCDFG とかって、A が当たりだとすると、その A が 10% なわけじゃないじゃん。SSR が 10% って言うと、あたかも、自分が一番欲しいカードが、10% だと印象付けられてしまう。だけど実際はその中の確率っていうわけがある。それは均等になってたとしても10分の1で、実際 1% なわけ。その 10% の確率に入って、そっから抽選が行われるとか分かんないけど、そっから抽選が行われたら、そっからまた10分の1になっちゃうわけですよ。そうなると10%ではなく 1% なわけね。そのさらに SSR の中でも出やすさ出にくさっていうのがあって、果たしてそこが何パーセントかっていうのは今のところ分かんないんで、それを明示することっていう。そうですね。そして社内に運用責任者を定め、アイテムの確率設定などを記録に残すっていうことですね。まあ問題が起きた時にちゃんと、例えばね、マルサが入ってきた時にね、会計見せてくださいってさ、パッと出せるようにしとけっていうね、そういう、まあ、大手の企業であれば当たり前のことなんですけど、それをやれと、運用責任者をね求めて記録に残す。要するにデータなので、例えばね、7時に、例えば都市伝説ですけど、夜中の3時とか2時に回すとよく出るって言われてるじゃないですか、いいキャラが。それはなぜかというと、大勢の人が回すときに確率を下げるとかっていう、そういう内部的なやつをやっている可能性があるのではないかということが言われていたりして、まあ記録に残せば何かあった時に全部出せていじってませんよとかっていうのはできるし、まあ監査法人ですよ、言ってみれば。それを監督する人が必要ということで、それが全てですね。その4つがまとめられました。まあこれは当然皆さんご存知、年末にありました、サイゲームズさんのグランブルファンタジー、あれでチンチラというキャラクターが問題になったわけです。70ニコニコの人がやってたから、ちょっと実はね、意味合い違うんですよ。一般ユーザーが70万回して出なかったっていうのと、ニコニコユーザーが生放送しながら出るまで回すっつって70万回したっていうのはちょっと意味合いが違うわけだ。私もそうですよ。私が例えば70万使って出なかったって騒ぐのは、私は動画のために回してる可能性だってあるわけですよ。動画のために回す、要はそこで利益を私は埋めるわけ。変な話ですけど、広告費みたいので利益を生むじゃないですか。だからあれはちょっと70万回した人を
やり玉っていうか上げちゃうと若干意味合い変わっちゃうんですよ。あの人はそれで配信をしたわけで、そこからお金を得てるとか分かんないですよ。ニコニコのシステムでそのクリエイター奨励とかでよく分かんないけど、広告費を得ていた可能性もあるし、そこで人気を得て今後の仕事につなげるっていう形もあるだろうから、まあ単純にその配信をしていた人だから70万70万っていうのが表立って出てくるのはちょっとね、あれは違うっていうのを、それをどこも言わなかったのが問題だったんだよ。出るまで回すっていうやった人は配信者だったっていうことをニュースとかそういうところが言わないじゃん。言わないのが一個問題。これはニュースの穴というか、ちょっと調べが足んないんじゃないかなっていう、知ってて言ってないのかわかんないけど、配信者がやったっていうところが一個明確にしないといけなかったところなんですけどね。で、この規制の話なんですけど、これがね、いろいろ飛び火したわけ。最初は我々ゲームユーザーの中だけで大問題になったじゃないですか。ゲームまとめサイトとかさ、2チャンネルとかいろんなところで話題になったと。そっから、いわゆるヤフーニュースとかさ、そういう地上波的なテレビとかね、ゲームを知らない、ゲームをやらない人に浸透しました。そっからさらに海外にもそのニュース行っちゃったんですよ。海外にまで飛び火しちゃって、もう、世界中でそのニュースは流れたわけ。その時のニュースなんだけど、海外の報道を受け、日本では、これヤフーニュースに見てます。ヤフーニュースなんだけど、海外で取り上げられて、これはでも、さすがですね。これはちゃんと書いてますね。この、ブルームバーグビジネスなんで、しかも海外が取り上げたメディアが、ブルーバーグが私結構好きなのね。ブルーバーグさすがだなっていうところで、ちゃんと書いてるのは、日本人男性、名前も書いてあるんですけど、まあ、一応読むのやめよう。あ、でも、これニュースだもんな。日本人男性、タスケ氏がニコニコ生放送でアンチラを引くまで回すのをやめないという放送をし、結果的に2276回引き、68万2800円を費やしたことをきっかけにっていう風に、ちゃんとまあ、ブルームバーグは書いてますね。それのヤフーで読んでるんですけど、で、株価が暴落したとかっていうのがあって、それを受け、日本ではっていうところで、まあ、ブルームバーグさんが日本のコメントを上げてて、それはね、日本の恥、恥ずかしい世界デビュー、海外で報道されたらもう終わりだな。まあ、これ一応差別用語ですけど、私が言う分には、ね、私は日本人だからね、ジャップは世界の笑いもの。これ、他国の人が言っちゃダメだよ。日本人だから言えることや。ジャップは世界の笑いもの。っていう日本のスマホゲーム依存を恥だとする意見が上がった。課金しといて規制を求めるとかアホすぎる、別に自滅しただけだろうとか、抗議する方がバカという声もある、しかし海外では日本のゲーム会社はプレイヤーを踏み倒すひどいやつだ、かわいそうな日本ユーザー、日本の企業はとんでもないなっていう意見を交え、ニュースが貼られました。そんで海外の意見なんですけど、さすがニート量産国、あんなつまらなそうなゲームの何が面白いんだ、ゲームなんてするよりアニメ見てろよっていう、まあ日本のアニメ向こう羨ましがってますからね、と日本を批判し、これは恥ずかしい、日本はに時間がない社畜ばっかりだから手軽なスマホゲーばっかするんだな、さすがパチカスっていうのは、まあパチンコカスっていう差別的なあれだけど、パチンコ大国っていうのをね、いろいろ、まあ、ブルームバーグはね取り上げちゃったからでかくなっちゃったんですよ話が。それで自主規制です。ここで自主規制しておかないと行政が入ります。その前に自主規制したっていうことです。放っておくと行政が入るので自主規制したんですね。行政入られると面倒です。前回入られたのがコンプガチャです。コンプガチャの時は行政の指導が入りました。でさらに、家庭用で言うと、まあ日本はセロがあるからあれなんだけど、グランドセフトオート。あれは海外で有害なもの、有害図書っていう風に、有害なものっていう認定を受けちゃったりっていう、すごく大変なことになるんですよ。だからその前に自主規制っていう動きを見せる。規制しますよっていう動きを自分たちでするよっていうのを見せておけば、行政も、じゃあもうちょっと待ってみようってことになるじゃん。っていう、作戦ですよ。完全にそれ。行政が入る前に先に手を打ったっていう。ことです。でコンプガチャは何がいけなかったかっていうのは明確で、A から
1から10までのキャラクターを全部揃えたら真のカードがもらえるよっていうところで、全部揃える確率って超低いじゃん。だから8枚まで揃ったからあと2枚ってなったら、実際その2枚しか出てこないんであればいいけど、ダブるんで。だからリアルのガチャガチャと違うのは常に同確率っていうところ、常に0.01% であれば常に 0.01% を回し続けなければいけないんですよ。リアルのガチャっていうのは入ってるのが決まってるんじゃないですか、中に。で、横から見て欲しいのがあったら、要は全部回せば出るじゃないですか。だけどそれがデジタルとアナログの違い。だからガチャっていうと単純にリアルのガチャガチャと一緒にされてしまうと困るんですよ。ここが決まってないから、いくらでも出てくるからだから常にその確率で勝負しなければいけないっていうところで、まあ問題になっていて、まあパチンコもね、どん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 規制が入ってったわけ。パチンコの規制っていうのも、あって、昔で言うと一発台って呼ばれていたものが、また私パチンコしないんで、パチンコ知らない人が喋ってるっていうことを前提にしてほしいんですけど、それがなくなったり、最低出玉が、規制前は最大出玉の4分の1以上、今は最大出玉の3分の1以上および600個以上っていうことでね、最低出玉を多くしなさいっていうところをしてるわけ。だから要は社交心を煽る行為っていうのがいけないんですよね。一発台っていうのは一発入ればすげえドカって儲かるんだけど、一発入らなければ何も入りづらい、一発入りづらいっていうのは一発台で、それは規制されたりっていうので、要はもうそのパチンコも社交心の抑制っていうところですね、依存症につながるんで、社交心は、社交心は依存症を作ってしまうからか、規制をしてるんです。なのでパチンコと同じ道かなと思います。これもより突っ込んだ変な話をすると、パチンコ3点方式じゃないですか。だからあれはパチンコはギャンブルじゃないって言い張ってるのは、あれは遊戯なんですね。遊戯台なんですよ、パチンコ台って。だからあくまであれは遊戯としてやってんのね。難しいところなの。3点方式ってなってて、パチンコ屋で遊戯をします、遊びます、これがいいわけなわけで、そこで勝つと、謎のね、私勝ったことがないというか、人生で2回ぐらいしか、なんか連れられてかなんか忘れたけど、2回ぐらいやったことあるんだけど、それもちょろっとしかやってないから分かんないけど、勝った経験ないんで分かんないんだけど、勝つとなんかこういうね、マッチ箱みたいなのがもらえるらしいんで、一応そこに金が入ってるらしいのか、本当に入ってるか入ってないか私分かりません、だけど入ってるっていうことで、なぜか都合よくパチンコ屋のちょっと隣の隣ぐらいに金換金所みたいのがあるのね。でそこに行くと、そのパチンコ屋でもらった景品をね、出すとお金に変えてくれるっていう3点方式なんですよ。要はパチンコは遊びで、物景品をもらっただけで、その景品をなぜか換金してくれるところがあって、お金になるという不思議な状態なんですね。でこれね、 RMT も同じ問題をはらんでいて、ゲームはゲームとして遊びます、それをなぜか RMT サイトっていう、運営会社は指定してんだよ。 RMT リアルマネートレードはやめてくださいって言ってんだけど、ここに持っていくと、 RMT のところに持っていくとお金に変わるんですよ、アイテムが、データが。そうするとお金になるっていう不思議なね、もので、ただレアリティが低いキャラクターとかっていうのが悪いかどうかっていうのはいいんですよ、正しいんですよ。ゲームって、ドラクエであれば幸せの靴、ドラクエ3でさ、もう本当にはぐれメタルが落とす本当に低確率のものとかっていうのは正しいわけ。それを取るのが楽しかったりするからね。で、MMO なんかもっと分かりやすくて、3ヶ月、6ヶ月に1回ぐらいしか取れないアイテムっていうのはあるわけね。FF で言うと、6時間ごとにポップする敵がいて、6時間ごとのそもそもの敵の取り合いなんだけど、そのドロップが 0.01% とかっていうので、サーバーに1人、2人しか持ってない、サーバーにその武器2個しかないとかね。私がハマったリネージュであれば、本当に廃人がまず手に入れるわけ、1本。そうすると、誰々が取ったっていうのがもう全体サーバー全員に回るわけ、すげーってなるわけね。でそれを取るのがまず大変。リネージュで言うと、例えば作るのね、あれは原品が落ちることはもう本当に1年に1回とかなんだけど、作るから、例えばレボリューションソードっていうのがありました。そしたらレボリューションソードの刀身っていう
ものがコアって言われるんだけど、レボリューションソードの刀身を8個集めるわけ。そもそもの1個がまず落ちないわけよ。だけどようやく8個集める。そしたら周りのいろんなね、素材を集めて合体させて作る。それがまあ昔は 100% 制作できたんだけど、だんだん 80% の成功率とかっていうようになったりして、そういうレアリティの高さっていうのはゲームとしては正しいわけ。面白いから。で、あの誰々が持ってるぞっていうその優越感に浸れる。だからソーシャルとしてはものすごく正しいことをやってるんだよ、あの超絶レアリティっていうのは。そういうのが MMO の一個の花なわけ。あのソードアートオンラインもキートくんが二刀流スキルを取った。あれはユニークスキルって言われてて、ユニークっていうところが、まあ、あのそのサーバーで一人しか持てないみたいなユニークスキルっていうところで、キリトくんしか持っていないからすごいわけ。だそれは MMO がやってるし、今までのゲーム業界もやってるわけ。あの 超レアリティみたいなね、あの武器持ってる、手に入れたらしいぞっていうのはみんなそうじゃん。今まで RPG とかってそうじゃん、やってるんだよ。だからゲームの方針としては正しいんだけど、それがお金をより使えば手に入る、お金を使わなきゃ逆に手に入らない、で使えば使うほど手に入りやすくなるっていうところで、金に変わっちゃったっていうところがね、問題なわけで、規制が入っちゃったんだけど、絶対にやらなきゃいけないのはカードの全ての出現率だよ。本当はあのゴミカードと呼ばれてる、レアリティの低い、例えば SSSABC とかあったら C もちゃんと明記しないといけない。で、各々のやつがなければ C 全体でこの確率ですよっていう明記の仕方は必要だし、確実に確率は出さなきゃいけないよね。確率出してそっからじゃあいくら出せば 1回引ける確率なのかなっていうのをユーザーにまず分からせる。で、その確率は絶対にいじってはいけません。当たり前じゃん。だけどいじってるっていうことはもういろんなリークとかね、そういろんな業界の人と話を聞けば分かってるわけ。私もいじってるっていう話を実際聞いてるわけ。その、どことは言いませんよ。どことは言わないし、ちょっと小さいところでもういじってるっていうのを聞いてるわけ。っていうのは、一個ね、なぜかというと、スマートフォンのその課金、ガチャゲームの課金のシステム、利益の上げ方がすごく変な上げ方してるんですよ。例えばアクティブユーザーが100人いましたって言ったら100人からお金を取ろうと思ってないわけ。その中のものの 5% とかからお金を取るんですよ。100人いたら5人からお金を取る。要するに5人があの95人分課金してくれるんですよ。そのぐらいちょっとスマートフォンのガチャガチャって変な利益体系になってて、その上位 5% の取り合いになってるんだよね。もうなんか経済学と一緒ですよ。あの世界の富の 1% はどのくらいが持ってるみたいなね、変な話になってくるんだけど、まさに世の中の資本主義なんだよ。資本主義の象徴なわけ。マルクス論みたいな感じになってくるわけですよ。で、残りの 95% の課金っていうのはもうほんと気にしてないわけ。あの運営会社ってその 5% が課金してくれればいい。実際私の知り合いなんですけど、投資家なのね。めちゃめちゃもう金持ってるわけですよ、投資家で。で、趣味でスマホゲーをやってる人は一人いて、年間に数千万課金してます、その人は。ガチで。だからその人の遊び方って面白くて、その人が言うには課金して強くなれないゲームはやんないって言ってんの。課金して強くなってボコるのが楽しいって言ってんのね。だその遊び方がどうかっていうのは置いといて、そういう風に言ってるわけ。だからラブライブとかってこれが上手くないとダメじゃん。どんなに強いカード持ってても音ゲーが上手くないとダメじゃん。につまんないって言うんですよ。課金して強くなれなきゃダメ。で、私がね、戦国戦っていうゲームハマってて、何年かやってようやく1枚最高レアリティのカードを手に入れてるんだけど、それはもう全然コンプしちゃってるとかね、その人はね。で、その1個のゲーム飽きんのがまた早いんですよ、その人で。バン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 違うゲームやるけど、すぐ一番高いレアリティのカードを全部手に入れるから、
飽きちゃうんだよね多分。でその人の遊び方のすごいのはパズドラにハマってた時、ゴッドフェスの最中はずっと回すんだよ。要はゴッドフェスに、ゴッドフェスで24時間だとすると、その人にとっては24時間のうちフリーの時間を何時間作れるかってこと。でそのフリーの時間は全部ガチャ回してるわけ。いくら使うとか何回回すではなく、時間が許せばずっと回してるんですよ。だから今回ゴッドフェスって400回しか回す時間なかったよとか、そういう話になってきちゃってるの。それが上位 5% の課金の人たち。だからまだグランブルファンタジーの70万っていうのは、おそらく業界にとってはそんなんで騒がれてもっていう感覚だと思うよ。だからもう本当に上はそういう人たちがいて、逆に言うとそういう人たちに支えられて我々は、無課金だったり少額課金、正直5万円って少額課金ですよ、運営にとっては。少額課金でやれる。まあ本当にその人は特殊だと思う。私もいろんな人見てきたけど、その人だけだから、そんな何千万ぶっ込めるっていうの。その人また面白いのが、ぶっ込む前に株買ってんだよね。じゃあ名前出すと誤解を生むから出さないけど、何でもいいけど A というゲームをやろうって決めたら、そこに課金する前に、それが上場企業であれば買ってるわけ株で、自分でバーって突っ込んで、インサイダーではないけど、要は自分が面白いと思って課金するから上がるよねと思って買ってから課金してるっていうね。すごいよね、そういう。まあその人は上位 5% のうちのさらに 0.1% とかだと思いますよ。だけど実際投資家の友人っているんですよ、一人。ほんと半端ない、遊び方が違うもん。で全レアリティのカード持ってますから、もう全部出したよって言うんですよ普通に。で飽きちゃったって言うんですよ。だからそういう層を使ってお金儲けをしているから難しいんだよスマホゲーって。その上位何パーを取り合ってるわけだから。例えばこんな話も聞きました。これは名前を出すんであまり突っ込んだことは言いませんけど、フェイトグランドオーダーありますよね、フェイトのゲーム。これがアクティブユーザーがものすごく少ないという話を聞きました。だけどイベントをやるとドカッと上に上がりますよね。現在もグランドオーダー12位ですね。アクティブユーザーがめちゃめちゃ少ないのに上位に食い込むと、っていうのは課金、ヘビー課金する人が多い。さっきの何千万っていうのは本当に一握りだと思うけど、一月100万円とかね、200万円って使う層が多いんですよ。お金を使ってくれる層が多いから、ダウンロード数は全くいかなくとも、アクティブユーザー数はすごい少なくとも、そこの取り合いに成功してるからフェイトグランドオーダーは儲かってるの。だからその何万ダウンロード数、アクティブがたくさんいるっていうのは重視されてないのが今のガチャガチャシステムなんですよ。スマホ業界じゃなくてガチャガチャシステムなんですね。だからそこでいろいろ行政が入ったりなると面倒なんだよね。面倒なんだよ。だからその一般ユーザーに遊ばせるのであれば、まあこういう規制してもいいんじゃないっていうところでやってるんじゃない。で規制っていうのはなぜ入るかっていうと、国に不利益が入るから行政が入るわけ。基本的に行政が法で縛るときは国に不利益をもたらすときなんですね。で社交心を煽って、人がそこにお金を使って依存症になってしまうのはその人のためじゃないわけ。国に不利益が訪れるからなわけ。じゃあなんでその人が別に依存症、ギャンブル依存症になっても国に不利益ないでしょって思うかもしれないけど、国にとって人間っていうのは労働力なわけですよ。労働力でしかないわけ。むしろもっと今のこの発展した社会主義じゃ、資本主義の社会ではなく、もっと昔の1000年前とかっていう話であると、王は民を大事にするっていうけど、それは物語上であって、
王がなぜ民を大事にするかっていうと、労働力だからなんだよね。労働力イコールその兵士だったりっていうところもあるけど、要は労働力なわけ。だから労働力をそがれることっていうのは国が規制する。なのでギャンブル依存症によって国の貴重な労働力が減るのはダメだから規制するっていうところなんですね。あの麻薬取締法もそこに来てます。麻薬をやることによって労働力が下がるから麻薬を規制してるわけで、戦時中であれば日本ね、ヒロポンっていう麻薬が普通に買えたわけじゃん。疲労がポンっていうところから来てるヒロポンっていう薬が売れたわけね。普通に薬局で売ってたっていうね、ヒロポンなんだけど、あれは戦闘に出る時とかも常に自分が死ぬかっていう緊張状態を和らげるから国にとって利益があるんですよね。だから現状でもテロとかっていうののドキュメンタリー見ると薬やってるわけ、みんな薬をやってでないと平常心ではやっぱ人殺せないわけですよ。だから薬とかやるわけっていうのは、その革命を起こすとかね、国と国が戦うっていう時において、その薬が戦闘力に直結する、労働力に直結するプラスになるから規制されなかったの。だけど今の社会はそれに依存すると働けなくなったり働けなくなったりするんで、国に不利益が起きるから規制されてるわけ。だから今回もガチャガチャの規制っていうのはちょっと世界に飛び火してやりすぎじゃないっていうところで、依存症ができると不利益になるからやめようねっていうところだよね。まあこれはね、非常に難しいですよ。今コンプガチャまがいなことはたくさんスマホゲーあるんですよ、未だに。例えばキャラクターを、このキャラを持ってるとこのシナリオがアンロックされる、このキャラを持ってるとこのシナリオがアンロックされる、このキャラとこのキャラを持っているとさらに違うシナリオがアンロックされるっていうことをやっているゲームは多いです。ちなみにグランブルファンタジーは私、あの植松の坊さんが音楽やってるからちょこっとはやったんだけど、全然そんなにハマってないんでわからないんだけど、あれもそういった類のことはやってたみたい、やってるみたいですよ。そのキャラがシナリオをアンロックして、あれはスキルを覚えるとかなんかそんな感じなのかな、さらに。だからそれってある種のコンプガチャ、このキャラとこのキャラを持ってるとここがこのストーリーがアンロックされるってなると、ある種のここがコンプガチャになるじゃん。だからもうなんかね、ギリギリの線を最近攻めちゃってたし、まあ問題になってたしね。やはりここで行政が入って壊されるよりは自主規制でなんとかしたいっていうところですよ。ただこれ自主規制も一個問題があって、そこの団体に加盟してなければそれ自主規制だからね、自主規制する必要ないんですよ。PS4 とかっていうのはプラットフォーム上ソニーのプラットフォームだから、ソニーがセロをやれって言えるから、セロに抜けた、セロ自分はセローに入らないよって言ってゲーム出すことが不可能なわけだけど、これはあくまでアップルがやったりグーグルがやったりっていう規制ではなく、自主規制団体を作ってやったんで、入らなければできちゃうんですよ。 今まで通りコンプガチャの時も割とそんな感じだったんだけど、要は今回規制された、今回の規制団体っていうのに加入していない会社っていうのがあります。その会社はこのガイドラインに沿う必要がないで、今まで通りできるっていうことです。そこが問題なんだよ。でその5万円で1個のアイテムが取れるようになる、じゃあ5万で売れようっていうところなんだけどまあね、例えば5万円で取れるって言ってもそれ1個のアイテムだからね、自分が欲しいアイテムつったら、さらにそれを今後ねどうなるかっていうと、ターゲットするアイテムを頻繁に出したり10種類出したりして、1個は5万で取れるけど10個取るなら50万だよっつって
上位陣に うまくその10キャラを揃えさせるぐらいの50万ぐらいたたって課金させるとか、でそれを頻繁にやって500万出させるとかっていうことはやるだろうけど、まあ海外の笑い者になっちゃったっていうのは辛いな。私が E3 行った時に、まあいろんな人と会話する機会があって、さらにあの時私通訳さんいたんですごく喋りやすくていろんな話したんだけど、当時のなんかね、割と日本人イコールスマホみたいな風に言われて、確かに私もちょっと笑われた感はあったね。笑われるまではいかないよ、いかないけど、だって E3 に行ってんだからさ。だけど日本のスマホってなんであんななのみたいな質問とかね、日本のゲームって今スマホじゃんみたいに言われて、ガチャガチャってどうしてみたいな風に言われて、非常に心苦しかったのは覚えてるんですよ。だからね、まあその別にそのキャラがなくてもゲーム楽しめるじゃないですか。だからゲームの本質を見抜く力をみんなが持って、ゲームの本質を楽しみましょうっていうこと。例えば白猫プロジェクトであればアクションゲームなわけですよ。そのアクションを楽しもうっていう、キャラクターを撮って楽しむっていうのは、まあ私が動画出してるからまあ立場分かってくるんだけど、あのゲームを楽しむ、その配られたキャラクターだったり配られた有料アイテムだけで楽しめるんで、うん、だからソーシャルゲーって呼ばれるんだよ。ソーシャルゲー、ソーシャルの要素っていうのはそれを取ってみんなに自慢するとか優越感に浸るっていうのがでかいからソーシャルゲーって呼ばれてるわけで、なければスマホゲー、スマートフォンゲームなんですよ。だけどソーシャルゲームって未だに呼ばれるっていうのは、やはりリアリティの高いキャラクターを取ってみんなに自慢したり優越感に浸ったりっていうところがあるからソーシャルゲームなんだよ。誰かがいて成り立つから。自分一人で遊んでたらなかなかそれって満たされない部分なんで、誰かと比べて優越感に浸ったりっていうところだから、誰かと比べないとダメ、相対的な楽しみ方なんですね。だから一人でやってもそんなに面白くなかったりっていうところがあるんだよね。シングルプレイでも誰かと会話したりっていうところでね。だから非常に難しい問題なんだけど、私は別に上限額なんか設定しなくてもよかったかなと思う。ただ確率をいじるのと確率の明記は絶対事項だと思う。それが 0.0001% でも構わないんですよ。書いてあれば、書いてあればね、あ出ないんだなって思えるじゃん。自分の、自分が例えばそのゲームに上限5000しか課金しない、ゲームが1本ね5000円だから私は5000円しか課金しないよっていうんであれば、5000円で取れるキャラクターだったり、その5000円分は払ってどのくらい楽しめるのかなっていうところを考えるじゃん。だから確率の表記っていうのは絶対必要だと思う。上限だとかそういうんじゃないんだよ。だから話が違うんだよ。上限とかじゃないんだよ、確率なんだよ。あとは自分次第。確率が明記されているのに出ると思うっていうのはその人の数学能力がないっていうだけじゃん。だから子供はね、親が言いましょうよ。てか子供が5枚も課金できないと思うんだよね。私、僕わかんないんだけどさ、15歳以下は3万円以上、3万円未満、18歳までは5万円未満、20歳以上は無限とかっていう、なんかボタン最近出てくるけどさ、5枚も毎月出せるのすげえなって。私5000円課金するのでさえもう悶々とするぞみたいな。いや私はやっぱだって5000円あったらここと比べますから、ゲームに5000円入れるとここと比べますから、ここを遊べるしなーっていうところで比べちゃうから、まあ私はそんな裕福ではないっていうことなんでしょうね。だから確率の明記は必須だけど、5万割と今5万がどうこうとか、1個のアイテムに対して100倍かとか5万かっていうのが言われてるけど、魚介にとってはそうじゃないんだよね。一番多分怖いのは、今回あのきついところはその5万とか100倍とかではなく、アイテム種別に当たる確率を明記っていうのと、社内の運営責任者を定め
アイテムの確率表記などを記録に残すっていうところで、記録に残したら操作できなくなるんで、確率操作できなくなるんで、その2点がやっぱ業界としては頭を悩ませるところじゃない。確率明記したらバレるからね。でもそのじゃあ自分1000万課金するからいいわっていう層は別に関係ないんだから、ここがきついよね。まあどうなんだろうね。私は本音、これは私の個人的な本音ですけど、ガチャガチャシステムはなくなっていいと思う。なくなるのがむしろ健全だと思う。あとスタミナシステムもなくなっていいと思う。今子供たちがスタミナを処理しなきゃいけないっていう状態に陥ってるのが、私一つ社会現象の問題だと思うんですよ。パズドラだったりモンストだったりを子供たちがやってて、スタミナが溜まったからスタミナを消費しなきゃいけないって思ってる子供たちが、正直かわいそうというか、そういう風にさせた大人の責任なんだけど、すごくダメだよ。スタミナも、まあガチャもそうだけど、スタミナもなくして、まあ海外の主流は今時短なんだよね。時間を短くする。例えば12時間かかるアイテム制作に12時間かかるよっつったら、寝れば明日になるんだけど、それを12時間を100円で買えるとかね、そういう時間システム、アイテム、まあそのアイテム課金とかっていう時間システムを買うのが海外の主流なんだけど、それを買う時間を買うのとスタミナを買うのは同意義なんだけど、スタミナが溜まってってそれを消費して自然回復するからまた使わなきゃっていうのに子供たちが陥るっていうのは非常にやってはいけないことだと私は思う。だってスタミナ消費しなきゃってなると、そのゲームに支配されるわけですよ。人間の意思がゲームより下に行っちゃうわけ。そのスタミナシステムが上にあって、人間のスケジュールがその下に来ちゃうわけ。それは絶対ダメなんだよ。人間の意思っていうのは常に自由でなければいけない。上になければいけない。やりたい時にやんなきゃいけない。空いた時間とかやりたい時間にやんなきゃいけない。それが本当の娯楽なわけじゃん。趣味なわけじゃん。だから、そのシステムに支配される状況を子供たちは、だってしょうがないじゃん。子供を教育してくんなきゃさ、わかんないんだからさ、そのシステムに陥っちゃうのはしょうがないんだからさ。その、子供を責めるのは間違いですよ。だからスタミナシステムっていうのは本当にダメ。自然回復とか消費しなきゃっていう意見を聞くたびに、すごく私は複雑な気持ちになります。消費しなくていいんだよっていう、やりたい時にやんなさいなっていう。で、1時間やりたくて、じゃあスタミナ足んないって時に課金しなさいなっていうことだよ。ゲーセンだって1プレイ100円入れたら100円で遊べるわけ。あれが自然回復してさ、ゲーセンで1週間ね、5プレイ無料っつったらさ、あ、今週 5プレイ無料だから遊び行かなきゃ、消費しなきゃってなったらおかしいじゃん。だからスタミナはなくなってほしい。で、ゲーセンの話でちょっと一個つけると、ゲーセンの景品って決まってるわけよ。あの UFO キャッチャーの景品って1000円までって決まってるわけ。確か1000円、うろ覚えですよ。1000円っていうのが決まってて、あれはなぜかというと上限200円なんですよ。 UFO キャッチャーね、200円に対して景品は1000円を超えてはいけないっていうルールがあるの。だから、UFO キャッチャーが300円って見たことがないはず。200円なのマックス。300円は見たことがないから、下げる分にはいいんですよ。200円がマックスで、商品の取れる景品の上限額が1000円で売れるものでなければいけないっていうルールになってんだよね。それが費用対効果みたいな感じで、今のところそれがなかったから、スマホの今回何百倍とかね、パチンコの、320分の1とかっていうのを明確にしたのが今回のあれなんだけど、まあもう40分になるからやめますけど、これは皆さん考えるべきことだと思います。まあお正月にね、わび石っていう、わび石っていう言葉やめようぜみたいなことも喋りましたけど、このままでやっぱゲームとして良くない。子供たちが大人になっていいゲーム
ったったよねとか、あの思い出良かったよねとか、子供の頃やったポケモン良かったよねとかさ、そういう時代が来なくなっちゃうのは嫌だから、スタミナ自動回復でスタミナを消費しなきゃって言っている子供たちだったり、今回のガチャガチャだったりっていうところで、みんなぜひ考えて、 YouTube でもニコニコでもいいから、ここに声を出してね、自分の意見を言ったりっていうのは今誰でもできることなんでね、大事かなと私は思います。そんなわけでガチャガチャの規制というお話でした。また会いましょう。バイバイ。